皆さんこんにちは、さきです。ニコラ3月号の付録はじゃん、ラブトキシックのポーチでーす。かわいい。ニコラ史上最大の大きさだそうです。チャックがゴールドのハートになってます。ピンクと紫とバイカラーになっててめっちゃかわいい。私の使い方を紹介しようと思います。じゃんって言ってもわからないけど私の持ってきました。じゃあ紹介します。中ポッケが2つあるので、1つの方は私はこのメイクブラシたちを入れてて、でもう片方の方はリップ類を入れてます。めっちゃあるめっちゃリップ持ち歩いちゃうんですいつも使ってるのはこのペリペラのリップティントを最初に塗ってから、これが本当に落ちにくいので、その上にリップを塗ってもこれが残ってくれるから血色が残ったまんまになるのと、これが最近のお気に入りなんですけど、ロム&のジェットベルベットティント06番です。なんかウォーリーっていうのもあって、色がそれで迷ったんだけど、ちょっとこっちにしました。これはハワイの時に買ったやつで、これはエチュードハンド。見た目リップだらけで、真ん中にはアイシャドウとかチークとか、あとなんかもろもろいっぱい入ってます。あ、これお気に入りなんです。アンブリオリスのモイスチャークリームです。メイク下地にもなるし、保湿クリームにもなる。ヘアメイクさんは持ってない人はいないと思います。本当にこれおすすめ。使ってて大きいバージョン買ったら、このちっちゃいのもついてきました。なので持ち歩いてます。これもお気に入りです。スリーチーのバックトゥーベイビーメイクアップベースのラベンダーを使ってます。美白になります。あとなんかあるかな。あ、これもラブライナー。ラブライナー、これ本当ずっと使ってる。リキッドアイライナー R3 です。お母さんと一緒に使ってます、これで。このと死にるんだけど不詳はい、これがアクメディカの薬用のフェイスパウダークリアっていうやつで、これはなんか白のクリアパウダーなんですけど、寝る前とかにも使っていいやつで、むしろつけた方がニキビとかから防いでくれるやつなので、これ本当につけてるし粉感が出ないのでめちゃくちゃおすすめです。はい、じゃじゃじゃん、こんな感じです。リップとブラシも入っててめっちゃ入ります。これ私今持ってきた時はポーチ2個分だったんで、これに1個で入っちゃうっていうのがもう衝撃。本当に大きいので、メイク道具とかだけじゃなくてもミニヘアアイロン、なんか最近いろんなとこで売ってるちっちゃいなんかパステルカラーのヘアアイロンとかも入るし、本とか小説とか漫画ももう入っちゃうので、本当に皆さん3月号を買ってこれをゲットしてください。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。コメント待ってます。バイバイ私のメイクを買うポイント、私はお店で見に行ったりして、ちゃんとテスターして色具合を見て買ったりします。インスタも見て買ったりします。みんなも参考にしてみてねじゃじゃーん。